主、仇が町に向かっていると連絡がありました。そろそろ来る頃かと思ってた。行くぞランガ。今日はどれだけ連れてきたんだ。その目で確かめろ。おいおい、どれだけ増えるんだよ。増えすぎだろ。これだけの人数でどこに住んでるんだよ。軽い集落になりそうだな。拠点はない。強い敵を求めジュラの森を移動し続けている。それでいいのか。子供もいるようじゃないか。俺の近くは安全だ。俺は強い。はぐれドラゴン、ヘキサポッドドラゴンも倒した力で今日こそお前を仕留める。告訴、強敵を発見しました。警告、高密度のエネルギーを持った複数の個体を確認しました。俺には力がない。力が、もっと力が。仲間を守らなければまた失ってしまう。どうすればいい。結局俺は全てを失ってから何も変わっていないのか。主よ、仇は意識がないように見えます。そうだな。ただだいぶ追い詰められているな。皆を守る大きな力がいる。進化の秘宝を。進化を。進化の秘宝。仇、向こうに寝かせてポーションを。グレ、運んで。はい。いつも仇の相手をしてくれてありがとね。俺にできるのはそれくらいだからな。仇は多分もう牙狼族やゴブリンを恨んでないんじゃないかな。かもな。恨みや復讐ではなくて、今は守れなかった自分が許せなくて、リムルを倒すことで過去の自分を乗り越えようとしてるんだろうな。出会ったばっかの頃の兄貴は無口だったけど、もっと前向きだったよ。それが最近は余裕なくって思い詰めてるみたいなんだ。さっき仇が言ってた進化の秘宝とかいうのが原因か。ジュラの森に伝わるアイテムのことを亜人の長老に聞いてから変になったんだ。あの言い方は絶対に危険なアイテムだ。仇は危険って分かってて手を出しそうで心配だよ。もう心配。もう仇見に行こう。またな、リムル。
この間言ってたリトの心配なことって進化の秘宝のことか。カタキはどうした？進化の秘宝探すってどっか行っちゃった。そうか。その進化の秘宝っていうのは一体どんなものなんだ？ジュラの森のどっかにあると言われてる強力な魔法が封印された伝説のアイテムだよ。怪しい魔人が本当にあるって言ってて怪しいんだけど、本当に本当っぽいのよね。その魔法は体を物理的なものから精神的なものに作り変えるって、要は精神生命体になるってことだ。ただその規格外の効果と引き換えに今の記憶や性格とか、いわゆる精神を犠牲にしなきゃいけない。つまり仇が仇じゃなくなるってことか。そうなんだ。そんなの死ぬのと同じだからやめた方がいいって何度も言ったのに。仇は言っちゃった。仇が進化の秘宝を使うならリムルさんの前だと思うんです。もしその時が来たら仇を止めてもらえませんか？勝手な願いだというのは分かってる。だが仇を救うにはそれしかない。分かった。仇のことは俺に任せろ。お前たちは進化の秘宝の解術方法を調べてくれ。俺の町を拠点にしてくれて構わない。リムルさん、ありがとうございます。リト、その怪しい魔人は進化の秘宝がどこにあるか言ってたか？北東の湖の近くって言ってました。本当に怪しいやつだったんで信用できないですけど。北東の湖か。俺も調査に行ってみるかな。探索開始だ。標的を発見しました。リムルさん、北東の湖はどうでした？結構調査したけど仇に関しての情報はないな。秘宝っていうくらいだ。そんな簡単には見つからないのかも。確かに、すぐ見つかるようなら仇もすでに手に入れてるでしょうし。そういえばベニマルさんがリムルさんを探してましたよ。仇の仲間たちが町に滞在しているそうですね。ああ、仇が探しに行った進化の秘宝の解術方法を探している。あいつらはただ仇が心配なだけなんだよ。復讐に取り憑かれた姿、人事じゃない。かつての自分を見てるようだ。里が襲われた時のことについて考えたことがあるんです。ん？里を襲った連中を率いていたのはオークロードなんじゃないかと。オークロード？まあ簡単に言うと化け物です。本当に簡単だな。数百年に一度オークの中に生まれると言われているユニークモンスターです。ユニークか。何でも味方の恐怖の感情すらも食うため、異常に高い統率能力を持つんだとか。うひ、
里を襲ったオークどもは仲間の死にまるでひるむことがなかった。あるいはと思いまして。なるほど。ま、可能性でいや非常に低い話です。他には、里が襲われた理由の心当たりはないか。そうですね、関係あるかは分かりませんが、襲撃の少し前にある魔人が里にやってきて、名をやろうと言ってきたんですが、あまりにうさんくさかったので追い返しました。魔人ね。そいつから恨みを買っているかもしれないってことか。仕方ありませんよ、主に見合わなけりゃこっちだってごめんだ。名をつけてもらうのも誰でもいいってわけじゃありませんからね。なんて名前だったかな、確かゲラ、ゲリ、ゲレ、ゲロ、ゲルミュッドだ。そう、それだ。ゲルミュッド、なんか聞いたことあるような気がするな。お、リグル君、君のお兄さんは誰に名前つけてもらったの？はっ、兄は通りすがりの魔人ゲルミュッド様に見どころがあるからと。ゲル、ゲルミュッド、魔王軍の幹部です。同じやつっぽいな、あちこちで名前をつけてんのか。なぜ？報告がございます、リムル様。ああ、リザードマンの一行を目撃しました。リザードマン？オークじゃなくて？はい、湿地帯を拠点とする彼らがこんなところまで出向くのは異常ですので、取り急ぎご報告をと。何やら近くのゴブリンの村で交渉に及んでいるようでした。ここにもいずれ来るかもしれません。リザードマン、何の交渉なんだろう。交渉か、気にはなるな。何か不穏な感じがしますね。警戒を強化しておきましょうか。そうだな、近隣の森を見回っておくか。リムル様、見回りの方どうでした？取り立てて何かあったわけじゃない、でもなんだか圧を感じるような、なんていうか嫌な感じだ。わかります、何か嫌な感じがしますね。そういえば変な格好の女がリムル様を探してましたよ。変な格好？あ、スミレかな、会ってくるわ。リムルさん、お願いがあってきました。お願い？私を仲間に加えてもらえませんか？唐突だな、ベルドラのことはどうなったんだ？仲間にしてもらえたら教えます。それに私は他にも情報を持っています。どんな情報だ？魔人ゲルミュッドに関して。名付けをする魔人の話か？はい、目的はわからないけど、ベルドラなきジュラの森の混乱の一因がゲルミュッドにあるのは間違いないです。仲間にしてくれたらゲルミュッドに関する情報も全て言います。その情報が俺にとって有益なものかどうかもわからないんだけどな。どうして急にそこまで仲間になりたがる？それは、なんだか怪しいんだけど。え、いや、どうしよう、全部言ってしまう。でもそれで仲間にしてくれなかったら困る。どうしよう、困ってるんだけど。私、今のって腹の音か？え、飯食おっか。さあ、遠慮なく食ってくれ。いただきます。
ちそうさまでした。幸せそうに食べてたな。はあ、ポテチ食べたいな。ん？ポテチ？今食べたいのか？すみません、食事をいただいたのに失礼でした。いつも食後にお菓子を食べてて。で、ん？リマルさん、ポテチ知ってるんですか？あ、ミスった。まあ、スミレは悪いやつではないっぽいし、言ってもいいだろ。俺は転生者なんだ。前世は日本生まれだ。みんなには自分で説明するから内緒にな。これは私を信用してくれたってこと？どうしよう、嬉しい。仲間にしてもらってないんだけど、多くのこと言う？いやいやいや、いきなり言い出したら変だ、絶対変だ。やっぱ仲間にならないと。どうしたら仲間にしてくれるんだろう。ポテチか、久しぶりに俺も食いたいな。作れないかな。来た、これだ。リムルさん、この世界にはジャガイモに似たジュラジャガイモという野菜があります。ジュラジャガイモの種芋を手に入れたら仲間にするけん考えてもらえませんか？おう、いいよ。種芋を持ってきたら仲間の件は前向きに考えてみる。ジュラジャガイモの種芋で仲間って、この子なんかずれてるな。まあでも悪い子じゃなさそうだ。ジュラジャガイモは南の森で見たの。ポテチ食べたいし、仲間にしてもらいたいし、ポテチがまた食べられる夢みたい。ちゃちゃっと取ってくるぞ。おー、設定を確認しました。えいっ、何するの。よいしょ、それ、えいえい、それ止め、いや、それ、えい止め、えいえい、いや、許してね。それ、それ、えいそれ、えいそれ、来ないで。我ながらいい結果です。お、設定を確認しました。えい、こうかな、いや、えいこうかな、それまだ倒れる、倒れ、すごくボーらしいるぞ。それ、えい、それ、えい、我ながらいい結果です。お、強敵を発見しました。えい、それ、こうかな、えい、ボーらしいるぞ。それ、えい、ワードを止めて、まだ倒れるよ。皆さんの力を、生き残るほど。それ、えい、ぐーたらするのもいいな。リムル様、お茶のおかわりはいかがですか？お茶菓子もいっぱいありますよ。リムルさん、これを。お、ジュラジャガイモの実と種芋か。思ったより早かったな。パッと見ジャガイモっぽいけど。はい、ジュラジャガイモの成分はジャガイモと 98% 同じです。ポテトチップスの素材として使用しても問題ありません。お、やった。シュナ、これを薄く輪切りにして揚げて塩を軽く振ってみてくれるか？はい、かしこまりました。料理でしたら私も手伝います。人に食べさせる料理を作るときはどうするんだったか。ベニマル様の許可を取る。急ぎ作り、許可を取ってまいります。すまないベニマル、お前の尊い犠牲は忘れない。これで仲間になるって話は。ま、いいか、今からお前は俺たちの仲間だ。やった、
私、この世界に来てずっと信頼できる仲間と安心できる場所を探してた。リムルさんが町を作るのを見てて、もう絶対ここしかないと思ってた。これは絶対運命だと思う。仲間になれて嬉しいです。仲間になった。これでいろいろ話せるか。スミレは俺に何を伝えたかったんだ。話すの苦手なんですけど、自分のことリムルさんに知っておいてほしいことを言います。私、異世界から来ました。転移前は高校生でした。やっぱりか。まさか転生して女子高生の仲間ができるとは。ジュラの森は危ないだろ。今までどうしてたんだ。転移した時にユニークスキル、生き残るものを手に入れました。生き残るもの。はい、ユニークスキル生き残るものは、死が近づくほどに身体能力が上昇するスキルです。へえ、そんなスキルもあるのか。この生き残るものの力でなんとか。スキルを使ったにしても女子高生一人はすごいな。実際は生き残るものの力で魔物からは逃げまくって、食べれそうな植物はとりあえず食べてみて、毒だったら生き残るものの力で耐えてただけなんだけど。寝泊まりはどうしてたんだ。幸いお金は持ってたので、あちこちの集落で泊めてもらってました。そこでいろいろな情報も集めたりもしてて、私がお金を持っている理由につながるんですが、ベルドラの力を狙っている者がいます。それが誰か、スミレは知ってるんだな。はい、でも今はベルドラよりゲルミュットの方が重要かも。ゲルミュット、ベニマルやリグルの兄に名付けをしようとしてたやつだな。ゲルミュットは何をしようとしているんだ。何を企んでいるかはわからないです。ただゲルミュットはジュラの森のいろんな種族の強い人に名前をつけているっぽいです。リグルの兄もその一人だったというわけだな。その中にはオークもいて、このオークがなんだかヤバくなってて、私は南から来たんですが、オークに潰された集落を数多く見ました。オークの国は全国民を率いて森を北上、オーガの里を経由した後シスコに向かってます。今すぐには攻めてこないと思いますが、それも時間の問題。対策を講じてください。確かオーガの里はこの町より南にあるんだっけ。はい、町とオークの国オービックとオーガの里、シスコの位置を図解します。オークの進行ルートから町は外れたのか。オーガの里を襲ったのは名付けを無視されたゲルミュットの腹いせかもな。進化したオークの話はベニマルからも聞いていた。そんなに危険か。はい、人数が多いんですが、それよりも全員が洗脳、同じ意思で動いているようで、私が仲間に入りたかったのはある計画を防ぎたかったからなんですが、この町が好きなのもあって、オークたちにこの町を潰されたくなかったからで、ただリムルさんなら何とかするかもと思ってて、私もその手伝いがしたくて。分かった、ありがとうスミレ。前からこの町のことを見てたんだな。はい、ずっと見てるってストーカーっぽい。ストーカーってダメじゃん。そうじゃないんだけど、どう説明したらいいの。なんて説明したら変に思われない。町のファン、いや推しって言ったら伝わる。推しでいけるか。いけるな。私この町推しなんで。おリムル様、お料理が出来上がりました。やった、食べよう。うまい。おいしい。
揚げて塩を振りかけただけなのにこんなに美味しいなんて、さすがリムル様です。海苔塩、お、海苔塩か、いいな。海苔の風味と塩って相性いいのよな。ごま油とかニンニクとかコンソメとかも全然ありなんだけど、私として推すのはこれ。チョコも。ポテチにチョコ？チョコというのは？チョコは甘くて美味しい食べ物だ。ちょっと苦味もある。ポテチにかけることで甘さと苦さと塩辛さが最高のハーモニーに。それは私も食べてみたいです。ポテチとチョコって合うのかな。合います。チョコ作ってみるか。リムル様、失礼いたしますぞ。どれどれ。失礼。何やら美味なものがあると聞きましてな。ご評判に預かっても。遠慮なく食べろよ。これは美味。携帯食にも良さそうだ。ポテチの話どこで聞いたんだ。シオンからです。じゃあベニマルは。シオンが作った。わかった、その先は聞かない。あのシオンさんって料理が。聞くな、何も。シオンさん超美人だし、この欠点はある意味魅力。こうして女子高生スミレ・マキノが仲間に加わった。ゲルミュットとオークの動きはすでに無視できない問題になっている。スミレの言う通り、何か対策を講じる必要があるだろう。ベニマルには今度ポテチと何かうまいものを食べさせてやろうと決めた。仲間になったんだし、スミレの力を見せてもらうか。生き残るものは気になるしな。はい、どうすればいいです。一緒に探索に行って出くわした魔物と戦うだけでいいよ。戦いを見たら大体わかるから。それであればオッケーです。よし、行くか。